では右の方はこちらマイクの方大丈夫でしょうか。こちらの、MC さんと堤監督と坂口さん、どなたかがこれ持つ感じになります。大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。音取れますか。すいません。続きましてこちら坂口さんのマイクになります。よろしいですか。こちら3本目のマイクになります。音大丈夫でしょうか。よろしいですか。大丈夫ですか。取れてますか。こちらのマイク大丈夫でしょうか。こちら3本目のマイク大丈夫ですか。2本目のマイクこちらになります。よろしいですか。大丈夫ですか。マイクは大丈夫ですか。はい、マイク大丈夫ですか。本日はお忙しい中、5月26日土曜日から公開となります映画マイハウスのティーチー付き試写会にお越しいただきまして本当にありがとうございます。本日司会進行を務めます今井英一と申します。どうぞよろしくお願いします。皆さんにお願いがあります。マスコミの方以外の撮影録音などは禁止しておりますので、ご協力お願いいたします。それから今日のティーチインはユーストリームで配信、生配信されていますので、ご了承ください。よろしくお願いします。映画マイハウスは常に革新的な表現を生み出し見るものを驚かせ続けてきた堤幹子監督がこれまでとはかなり違ったアプローチ演出方法で作った映画です。皆さん今ご覧になった通りだと思います。では堤幹子監督そして原作者の坂口恭平さんをお迎えしてティーチインを行いたいと思います。お二人ご登壇いただきましょう。お願いします。よろしくお願いしましょうか。それではまずお一方ずつ、ご挨拶をしたいと思うんですけども、鶴監督からお願いします。はい、たくさんお集めいただきましてありがとうございました。映画を撮っていただきました。去年の3月のちょうど震災の前後に撮影しました。もともとは坂口さんがアイランという雑誌でお書きになった記事が出発点でして、ある2年ぐらい前にその記事に出会いまして、そして、モデルになった隅田川に住んでいる鈴木さんという方の路上生活の家にですね、行きまして、佐々木さんが案内に行きまして、お会いしていろいろ話を聞いたりすることが最初の出発点でございました。そこから5年、いろんな紆余曲折がありましたが、このような形になり今日ご覧いただきまして本当に嬉しく思っております。最後までお付き合いください。ありがとうございました。原作者の坂口さん、ご挨拶をお願いします。坂口です。よろしくお願いします。ですね、もう本当3月9日でしたけど、その時震災が起きて、僕3月15日に東京に行き出すんですけど、それで映画を撮影しながら撮影が中断すると僕みんなに携帯電話して頼むから逃げろとか言ってたんですけど、まあそういうこともありいろいろもう、まあ、感慨深いと。それこそ僕が本出す前に2007年にアイラの記事で一番上に連絡したのが堤さんなんですよ。その後に本を出したいという役ですけど、だから堤さんが一番上で、だからもうむしろ心
まあ、こっちが弁当としてあって来たっていう感じで僕の人生も歩いてきたんで、だからそういう意味では、まあ、2012年をぶちかまして、2013年で、2014年ぐらい革命に出て、革命なんだ、ぶっ飛ばそうぜっていう感じでやるなっていう感じで。で、佐久間さんは早稲田ですよね。あ、早稲田ですよ。全く何の愛着もないですけどね、まさに。じゃあちょっと映画の話に戻りますね。革命の話はもしかしたら出てくるかもしれませんけれども。